どうもケンです、えーとね。今日はね、えー、セラピストにとってこれから AI を、ね、どういうふうに、ね、活用したらいい,い,いかっていう、ね、お話を、ね、させていただきたいと思います。はいまあ、AI といえば、ね、今、ね、チャット GPT が、ね、すごく、ね、話題だと思うんですけども、えー、チャット GPT ねあなたね使ってますか、ね、あの日々の、ねえー、生活の中でチャット GPT に触れてますか、まあ、使ってますかということなんですけども使ってますかね。はい。 うんまね、使ってるっていう方はねまだまだ少ないと思うんですよね。まあ、僕もあの何かね記事書いたりだとか何かまとめたりだとかっていうするときはね、えー、まあちゃんと GPT をね使ったりだとかねあとはまあ AI でのね、えー、まあ文章生成あとは画像生成ですね、まあ、そういったものにまあ使ってるかなって感じですよね。でね、えー、僕がね今注目してるのはやっぱり、ね、セラピストねセラピストってその対お客さんの仕事じゃないですかね、えー、人と人と。 人,ね、人対人っていう仕事で、ね、そこに何が AI を、ね、使うことあるんですかっていう感じにねあの私には AI なんて別に関係ないですっていうふうに、ね、思,思われてる方は結構いらっしゃると思うんですけどもねセラピストの中でもねでもねこれねそういうわけそういうことじゃないと僕思うんですよねもうどんな分野でもこれから AI っていうのはねそれこそもうチャット GPT っていうのはねどんどん活用していくべきだと思うんですよねうん 人人人間で人間間でででだからこそできる部分はやっぱ人間がやっっぱががた方がいいと思うんですよまあまさしくマッサージなんていうのは人間じゃないとできないですよね。AI がじゃあマッサージをやって、えー、気持ちいいマッサージをねすることができるかってはできないと思うんですけども、ま、もちろんできませんよね。 まあ未来本当に AI ね映画の AI みたいにもう人間とねもう変わらないような人間よりもえマッサージが上手なアンドロイドができればまたそれは違ったね話になってくるんですけどもまあ我々ねあなたね僕が生きてるうちはまだまだそういったそういったアンドロイドは出てこない人間即位のアンドロイドっていうのはまあ出てこないまあもう分かんないですよ10年後もしかして出てくるかもしれないけどまあ当分大丈夫でしょう大丈夫で大丈夫っていうか当分出てこないと思います。人人間がやれること人間がが得意ととするこはやればいいし で人間が不ななところってあるじゃないですかね、えー、例えば、まあ、世の中には膨大な情報があるんですよあの膨大な情報がね。で我々の悩みだったりっていうのは、まあ、大体人間の悩みってお金の悩みと健康の悩みと人間関係の悩みこの3つなんですけどもこの3つを解消する方法っていうのはもう。 あるんですよ世の中にあるもうネット上にも溢れてるしその方法ねあと人間関係あお金を稼ぐ方法なんでどどれだけでも調べれば出てくるしあとか健康をね保つための、えー、やり方方法をね気をつけなきゃいけないことっていうのも,もう調べれば出てくるねどんどんで出,出てくるで人間関係を良くする方法っていうのもね、えー、どうしたらいいかっていうのはもうも,う何もう100年以上前からもうあるわけですよもう100年以上前っていうのはあいかもしれないけどまあ 世の中の中もう100年以上もうもうもう千年以上前かなもうね本当アリストテレスの時代から人間関係人間そのものの本来のあり方っていうのは変わってないわけでねえー、まあ そ人間関係でのそういう悩みだったり、そ揉め事だったり、なんかそういういろんなそううそれを解決策だったりというのやっぱあるわけですよね。こうするといいよとか、人間ってこういうものだよとかね、こういうことをしない方がいいよっていうのはやっぱあるわけですよね。で、まあ、インターネットでこう探すっていうか、まあ、インターネットがない時代はどういうふうにそれをね、調べてたかというと、本ですよね。本で調べたりしてたわけですよ。で、本が一番あるとこって言ったら本屋さんですけども、ねえー、本屋さんの本をね、片端から買って読むっていうのもなかなか経済的には大変だと思いますので、だからね、本、あの、 図書館に行けばいいんですよね、図書館。図書館に行けば、もう、世の中、この世の世界の、あらゆる、え、こう、学問、あとは情報っていうのが、もう、集約されてるんですよね。だから、 えー、そういうところでね、えー、まあ勉強すればいいんですけどもでもね人間ってねやっぱりねそうは分かってるんだけどできないっていうものがあるじゃないですかそこがやっぱ人間の苦手な分野でもあったりとかっていうふうに思うわけですよ、ね、だから調べ物こういうことが知りたいって時にすぐこう出してくれるのはインターネットだったりチャット GPT だったりあとねこの情報をこうまとめてこうねまとめるっていう作業も、えー、人間もねあ人間できますけども人間意外とこう苦手だったりってところもあるのでだからそういうまとめる作業ですね。うん、でセラピストがこれから ね、AI をね使って、まあ、セラピストに限らずですけどもいろんな分野ど,どんなお仕事の人でもそうなんですけども、えー、自分がこうやってる分野のことをこうまとめて、ね、で自分が経験してきたこと、えー、自分のスキル自分の,その持っているものをフル活用してそれを必要としてくれてる人、ね、世の中にいろんな悩みがあるんですよ。でね、悩みのそのそ、えー、なんていうかな レベルもまちまちで、ね、マッサージの世界でもそうじゃないですかね。えー、もう、マッサージの技術はもうね、あると、10年以上やってると、でも、集客ができないんですっていう人の悩みはまた違うでしょ。ね、そういう悩みだったら、集客の上手い人からの,、ね、あの教えを聞きたいと思うだろうし、あとは、そうだな、セラピストまだなったばかりなんですね。技術がよくわかりません。ね、こんな自分でもね、指名が欲しいんです。まだ3ヶ月しか経ってないんですけども、っていう人が、 えまだセラピストになってね、えー、3ヶ月、まあ、自分と同じぐらいでも指名をすごく取ってるっていう人がいるとするならばねその人からの話って聞きたいじゃないですか。ねえー、自分と同じような、ね、境遇なのにね、えー、セラピストになって3ヶ月しか経ってないのになんでこの人はじゃあ指名を取れてるんだろうっていうところで自分と近い人自分と近しい人のその話を聞きたいって思うまあ 自分と近しい人のそのなとアドバイスっていうのがまあ、参考になったりするわけですよね。だって、そうじゃないですか。かえー、セラピスト3ヶ月目ですとね。そんな人がね。もう30年のベテランのね。話を聞いてまあ、参考になる部分はもちろんあると思うけども。 あ,のある程度やっぱり物事分かってて、えー、話を聞くのとちんぷんかんぷんで話聞くのとそういう達人からのねやっぱ違うじゃないですか前提条件ってあると思うんですよね。ね、えー、体のこと、ね、体のそういうことが知りたいんだと、ね、骨とか筋肉とかね神経を知りたいんだと思うのであれば最低限の解剖学と生理学は勉強しないといけないと思うしそういう技術あそういうねあのより先の技術を習得するしたいとするならばそういうね、えー、もっと専門的な解剖学の知識を、ね、知りたいとする 思うならばやっぱり食的な解剖学生理学の知識を抑えておかなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか前提条件としてやっぱある程度の予備知識を知っていくっていうのは大事,大事でしょだから、えー、この世界での悩みっていろんな悩みがあるから、ね、自分がまだ経験そんなにないんですとか自分の,あのスキルや経験とかあの実績なんてそんな大したことないです自分よりももっとすごい人いる,いるんですよとかっていうのはもちろんそうなんだけどもそうじゃなくて、ね、あなたの今の状態の,その最高なね、えー、その え、スキルや技術だったりね、経験だったりっていうのを。 それが参考になる人、それが、それを聞きたい人っていうのは必ずいるんですよっていうのをね、知っておいてほしいなと思うんですよね。うん。とかくね、人間ってね、自分のことをねあ、低くね、低く見積もるようにできてるんですよ。自分なんてそんな大したことありませんけどね、そんな僕がやってることなんて他の人はでもっと過ごしていますからっていうのは、もちろんそうなんだけども、そうじゃなくて、その今の段階のあなたのそのスキルを必要としている人、またそれを、ね、求めている人、あとは同じような人がいても、あなただから、ね、 響く、ね、あなたから教えてほしいっていう人も必ずいるんですよ。うん、だからね、えー、やっぱりね、セラピストとして大切なのは、やっぱりね、こうまあ、今の時代、情報発信ね、やっぱり自分が思ってることをその相手に知ってもらう、相手に知ってもらうってこと大事よ。ねえー、別にあの情報発信というか、まあ だっっててセラピストってさ対人と人とわけじゃんだから来てもらうためにはやっぱり自分というものをどういう人かっていうのをちゃんと知ってもらう必要があるじゃないですか。ね、そのために SNS を、ね、使ったりだとか一度来てくれたお客様に対して何かね LINE をするとかメールをするとかねお礼状を書くとかさそういう時にもねチャット GPT がね非常に役に立つんですよね。 えー、例えばお客さんの、ね、傾向を、ね、調べてこういう方,方でこういう年齢で、えー、こういうお仕事でこういう症状があるとで、えー、日々の悩みでこういうことがあるとかいろいろ情報を入れてさでそれを総合してまとめてその人に対してなどういったアプローチがいいかっていうのもチャット GPT だと、ね、教えてくれるんですよ、その調べ方やり方方法っていうのがあるわけですよねで。それを知ってるのか知ってないのかでやはり、ね、セラピストとしてのスキルっていうかその成長具合っていうのもぜ絶対変わってくると思うんですよね。 あとは、自分の,そのスキル、経験、技術っていうものをねまとめてコンテンツ化して、インターネット上でまあ動画コンテンツとして販売したい、文章コンテンツとして販売したい、講座を開いて集客して来てもらって講師としてお仕事をねしたいと、ね。 いうふうに考えている人にとっても、その自分のコンテンツのまとめる方法としても、ね、その情報、自分が持っている情報をね、まとめようとしてもね、自分ではなかなかまとめきれなかったりするんですよ。それをね、チャット GPT とかの AI の力を借りて、ね、えー、作ると。まあそういった感じでですね、セラピストにとってもね、チャット GPT、ね、AI というのはすごくね、えー、使えるツールと、これからどんどん、AI の進化ってす今すさまじいですから、もうね、1ヶ月2ヶ月たってもう全,然全然全く違ったものになってたりとかもするんで、 ね。だからね、絶対ね、えー、学んでほしいなっていうふうに思いますよね。チャット GPT をね。で、じゃあ、じゃあ、じゃあ、ゃあどうやって学べばいい,かい,いのかっていうところなんですけども、まあ、僕もね、えー、在籍しているチャット GPT をね、日本で一番詳しく、一番分かりやすく教えてくれる、えー、人がいるので、 あのー、その人が無料やってる、ね、無料セミナーがあるんでぜひねそちら見ていただけたらと思います。はい、チャット GPT を、ね、使うにも、ね、AI を使う,使うにもやっぱり、ね、こう前提条件というのがあるわけですよ。ただやみくもに質問してそれに対する答えをもらうじゃなくて本当に効果的な、ね、あの価値ある回答をあの欲するとするならばちゃんとチャット GPT に T に働いてもらいやすい動いてもらいやすいね回答してもらいやすいような質問、ね、その質問力っていうのを上げるっていうのがやっぱ大切になってくるんですよね。でその中で、ねえー、七里さんが教えてくれる 日本でチャット GPT のもう先駆者ねもう本当に権威といえるも七里さんがおっしゃってるのが 8+1 の公式っていうのがあるんですよ 8+1 の公式ねこの8個の質問とプラス +1 の、えーね、質問をするだけでこれをちゃんと打ち込むだけでチャット GPT がちゃんとあなたのために働もう無償で働いてくれるっていうね、はい、なので是非ね、えー、七里さんがねやってる、えー、無料セミナーね参加してみてその8対8 8プラス1の公式をまずは知っていただきたいと思います。それを学んでいただきたいと思います。はい、その無料セミナー参加するだけでチャット g p t の使い方、あのー、あらかた分かるようになってるんで、本当にね、もういつまでその無料でやってるかも分か,らない、ね、分からないので、ぜひね、そちら参加してみてくださいというわけで、えー、この動画の概要欄にもね、えー、その参加方法をね、詳細に載せときますんで、ぜひね、チェックしてみて、えー、参加日程、ね、ありますから、そちらに、えー、申し込みをして、 あの、しっかりとですね、えー、その今の、そのね、AI のまあ動向だったりね、この ChatGPT でどういうものかっていうのをね、えー、知ってもらう、まずは知っていただきたいなっていうふうに思っております。はい、今日は以上でございました。えー、最後まで聞いていただいて誠にありがとうございました。はい、ではまた。